はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら新しいコーヒードリッパーとかフィルターですねをご紹介していきたいと思います。はい、こちら、コーヒーセラミックフィルターロカってやつですね。なんか最近セラミックのコーヒーフィルターって流行りですよね。他のメーカーさんとかでも見たことあるんですけれども、こちらね、この間僕が SCAJ に、行った時に、ちょっとね、試供品として、よかったら使ってくださいってことでいただいたものなんですけれども、まあ、せっかくなんでね、今日ご紹介していきたいと思います。とりあえず開けてみますか。よいしょ。はい。まずは説明書ですね。ちょっとチラシみたいな。そして本体が、こちらですね。よいしょ。梱包材にしっかり包まれて、おお、こいつは可愛い。よいしょ、あ、結構ザラザラしてますね。あ、うん、だいぶ、うん、すごくザ焼き物感のある、あ、すげえザラザラな質感です。で、外側にリブが入ってますね。んー、だから面白い。で、これ、まあ、あくまでコーヒーフィルターなんですよ。コーヒードリッパーではありません。まあ、ドリッパーで呼べるかもしれないけど、要はさ、穴がないんですよ、どこにも。これ1個で、まあ、ドリッパーでもありフィルターでもある。ここにコーヒーの粉を入れてお湯を注いだら、もう下からこっから出てくるんですよ。それ不思議じゃないですか。まあ要はこれ焼き物、有田焼きなんですけれども、まあ、普通の器と違う点はこのところどころですか、まあ、全体にね、この生地っていうのかなに隙間が空いてるんですよ。めっちゃ細かい隙間が。それでコーヒーが落ちてくれる。で、それでいて粉は、まあ、その目がめっちゃ細かいからそこでちゃんと取ってくれる。要はろ過してくれて、澄んだ綺麗な、口当たりまろやかなコーヒーが入るっていうのがフィルターなんですよ。つってもまだ僕は一回も使ったことないからね、全然真偽のほどはわからないんだけど、まあこれからね、使っていこうと思います。ちなみに一応今回ね、公式さんから出ているのかな、はい、こちらの、ドリップスタンドも、ご提供いただきましたが、一応僕はね、これを使いたいんだよね。はい、いつものね、雪輪のドリップスタンドと赤い矢のドリップスケールの組み合わせ、この、ドリップスタイルがすごく好きなので、はい、こっちに乗せようかな。まあ、抽出量をね、測るスタイルができないからね、これの場合だと。まあ、そこは好き好きだと思います。でせっかくなんでね、説明書きも読みますかね。ろ過で入れたコーヒーが美味しくなる4つの理由。有田焼創業400年の歴史を引き継ぐ圧力煮込み製法っていうものかな、これ。で、一点一点熟練の職人だけができる手仕上げと。あ、手仕上げなのこれ。そっか、やっぱりまあセラミック焼き物、まあ、有田焼だもんね。手仕事なんだこれ。なんか、生産も大変そうですよね。要は、なんか、個体差とかさ、もあるだろうから。まあ、チェックを厳しく、まあ、常に高品質なものを保ってるんでしょうね。他の、まあ、メーカーさんの全く別のドリッパーとかでも聞いたことあるんですよ。やっぱ焼き物系は難しいって。で、長年の研究開発の末に編み出されたコーヒー抽出のための最適な穴の寸法、形状、厚み。ペーパーでは抽出できない澄み渡る旨味とまろやかさはいつもの豆を格別に。澄み渡る旨味、まろやかさ。あ、まあ確かにね。油分が適度に多分出るはずだから、前に紹介したような、はい、このね、マックマのカフェメタルですとかフレンチプレスですとか、あとはネルフィルターのように、まあ、コーヒーのカフェオイルっても呼ばれるような、まあ、コーヒーの旨味の一つだよねを落としてくれるサーバーじゃなかったフィルターになると思います。そう、ほんとね、油分がこう適度に落ちたコーヒーってめちゃめちゃうまいのよ。今んとこ僕のランキングとしてはネルが1位で、マックマはフレンチプレスって感じなんですよね。あ、でもサイフォンもあるから、まあいろいろあるんですよ。で、その中の一つ、はい、セラミックフィルター今日、まあ、ちょっと使っていこうと思います。で、雑味が 70% カットってありますね。セラミック立体構造で微細な不純物を徹底的にろ過し、豆本来の芳醇な香りと甘みを引き立てますと。雑味をカットする、不純物を徹底的にろ過っていうのは、これってさ、ペーパーフィルターって結構がっつりカットしてくれるじゃん。まあペーパーと比較するもんではないのかもしれないけど、どっちかっていうと僕の受け取り方だと、その油分が適度に落ちることによって、こう全体味がね、まろやかになるんですよ。それによってこう雑味を感じにくいというか、うまい具合にこう味全体がまろやかに、コーティングじゃないけど、なんというかな、この舌全体に受ける、味のこう鋭さっていうものが緩和されるんですよね。それで雑味カットっていう意味もあるんじゃないかな。まあ詳しいことはよくわからんけどね。で、使用前の湯通しと使用後の湯通しが必要みたいですね。
でね、これ面白い点がね、多分焼き物って聞いて、でセラミックフィルターって聞いて、知ってる人もいるかもしれないけど、これ詰まるらしいんですよ、どうしても。やっぱりまあそんだけね、細かい目があるわけで、こんだけ厚みがあるから、細かいコーヒーの微粉とか、まあ細かいちっちゃいね、引き豆が詰まっちゃって、抜けなくなっちゃうんだって。それはね、やっぱり公式さんでも言ってますね。だ、その使用後の定期的なお手入れとして、10分間これを焼けと多分コンロかなんかだよね。で、網敷いて10分焼けと。で、まあ一気に冷やすとさすがに危ないらしいんだけど、まあそうすることによって、しっかり焼くことによって、もう豆を焼き切るってことだね、要はね。あ、書いてありました。フィルター内の油分や不純物が煙になり燃え切ることでフィルターが再生しますと。まあ要はすでに焼き物なわけですから、もう一回焼いてもいいってことだよね。すごいよね普通に考えたら壊れちゃいそうって思うけど、いや、これは面白いよ。で、まあ、その火をね、使うのが怖いよっていう人向けにも、また別の方法が書かれていて、煮沸ですね。鍋に沸騰したお湯入れてんで、まあ、そのまま沸かして、ダボッと突っ込んで、しばらく沸かすと。これね、コーヒー器具って結構、オリジナリティの高いものって、とんがったものって、そういう手入れの部分がちょっとね、公式さんではしっかり触れられていないというか、ちょっとぼやかされているというか、実際買ってから、あ、そんな点あったのみたいな、めんどくさいじゃんって明らかになるようなところ多いんですよ。だ、これに関してはしっかりちゃんとフォローもされてるから、これマジ素晴らしいと思います。さあ、じゃあ今日はね、せっかく新しいドリッパーということで、いい豆を用意しましたよ。油分が美味しい豆をね、これ堀口コーヒーさん、久しぶりに通販使ったんですけれども、堀口コーヒーさんの、よっと、おお、はい、こちら、ガテマラのサンタカタリーナでございます。僕ね、ほんと基本的にガテマラ好きなんですけど、その中でもサンタカタリーナはね、特にお気に入りで、すごい美味しいんですよね。特に深入り、この深入りのこの油分をこのセラミックフィルターでね、今日は落とそうと思います。で、あとさ、ちょっと聞いてよ、この堀口コーヒーのこの豆、久しぶりに買ったんだけど、ちょっと感動っていうか、いろいろあってさ、ちょっと話長くなるな、サブちゃんに回そうかないや、この辺に貼っとくわ。サブちゃんで、この堀口コーヒーのこと今から話すんで、別動画で作っときます。よかったらね、見てみてくださいはい、それじゃあね、長らくお待たせいたしました、ようやくこいつでコーヒーを入れていきたいと思います。ちゅうか、これいつもだったらさ、これしっかり洗うんだけど、製品、買ってきたものって、どうしたらいいのかな。一応湯通ししろってあるし、洗剤がなんか中に残留するのも怖いよね。結構厚みがあるから、しっかり湯通ししたら問題ないと思うけど、ちょっとこのままやってみようかな、今回に関しては。これでしっかり湯通しをして、そうして入れれば大丈夫だろう。よし、じゃあ先に湯通しだけしようかな。はい、そんじゃいきます。初めてなんでね、ちょっと長めにいきますよ。よっ、おお、なんかカリカリいってる。おお、大丈夫大丈夫大丈夫。おお、あ、結構外側に注いでもそのまま下にこうバーッとか落ちることはないね。おお、しっかりお湯が通っているすげえ、なんだこりゃ。あー、なるほどね。あ、でもやっぱり湯通しはしてよかったね。ちょっと新品特有のなんか香りがある。しっかり湯通しして。よし、オッケー、終わり。はあはあはあ。ちょっと、なんつうか、下に集まって落ちる感じやね。この辺から適当にわーっと出るわけではなく。サイズ感もね、ちょうどいい。やっぱ、実際ドリップポット持って回してみるとね、わかる。あ、普通のドリッパーと同じく、変にこう、でかすぎるってこともなくね、入れやすそうですね。よし、じゃあやろう。よし。ん？てか、ちょっと待って。これってさ、湯切れ的にはどうなの？あ、結構しっかり落ちきるんだ。なんかスポンジみたいにこう火に残留するとかそういうことあんまりないね。振ってもあ、ちょっとほんのりあったかいくらいで掴めるし、あ、本当にしっかり落ちるんだね。例えば練るみたいにさ、ちょっと絞ることもできないし、こんだけ硬いから、なんか薄くなるんじゃないかな、コーヒーがとか思ってたんだけど懸念してたところ結構クリアしてきますね、いろいろ。あ、これは素敵。よし、ちょっと入れよう入れよう。ワクワクしてきた
ケー、じゃあ入れます。てかなんかそう面白いね、なんかやっぱ器っぽいわこれ、今までにないドリッパーの形。はい、じゃあお湯の温度が88.6ですね。参ります。おっと、しょっぱなでぶつけてしまった、はい、次は気をつけて。いいね、落ちる速さはそこまで速くないですね、結構ゆっくりめだね。もちろんこれ個体差とか、あとは詰まり具合とかにもよって変化してくるとは思うんだけど、なるほど。変化をつけるタイプのドリッパーではないかな。あ、なんかさっきと若干落ち方が変わってきた。ちょっとポタポタになってきましたね。他のドリッパーでもこういうのあるんですけど、例えば真ん中をこうぐる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 、なるべく掘ってあげて勢いつかせてあげるとかすると通ったりもする。もしくはあまりにも遅くなるようであれば、もう外側に抜けやすい特性を利用しても外側にぐわっとこうやっていってしまうとか。おお、ドリッパー全体めっちゃ使ったぜうわめっちゃうまそう。うん、決して速いドリッパーではないですね、新品の状態でこれであるなら。溢れ出そうのぐらいめっちゃ入れちゃいました。わあ、でも綺麗に膨らむ。で全体からのこう湯気の出方がすごい綺麗ですよね。よし、オッケー、じゃあ回収します。はい、うん、やっぱりそこまでこう多い杯数を入れるドリッパーではないかな。というわけで入れ終わりました。こちらガテマラのサンタカタリーナフレンチローストでございます。めっちゃうまそうで、あ、思ったよりね、はい、こちら見えますか、あのコーヒーのなんていうか水面がギトギトしてない。油分が落ちるドリッパーって、まあ、いろんな種類があって、その目の粗さとかによって、油分とか、まあ、変わったりするんだけど出方が、こいつはねすごいほとんど出てねえんじゃないかってくらいすごくまろやかな油分が、うん、落ちてそうですね。よし、そんじゃいただきます。うん、いい香り、なんていうかな、多分きっといい意味で、なんちゅうかトータルでうまい。このガテマラのサンタカタリーナ、堀口さんの豆はフレンチだけど若干僕の知ってるフレンチより若干浅めで、気持ちね優しさが残ってるんですよ。でこれ、あー、これにこのね、今回入れた、ろ過セラミックフィルターによってこう足された油分、いやマイルドになってる。うん、味がね澄んでる。ほんとなんか変にコクが強くない、ボディが強すぎない、びっくりレベル、うん、めちゃめちゃ美味しいコーヒーが入ってる。でさっきあの湯通ししましたけど、ちゃんとあの香りは落ちましたね。で長めにしたのが良かったんだと思う。結構香りはあったからちょっと心配だったんだけど、その香りはついてない。まあウェーブフィルターの似たような感じで、あのしっかり湯通ししたら落ちました。うまっ。はい、というわけでね、まあ、総評としては非常に美味しいコーヒーが入るまろやかな、まあ、多分誰でも飲みやすい万人受けする柔らかなコーヒーが、飲める、でもちゃんとコーヒー香味が、ね、出てる素晴らしいドリッパーだなと。
と思いました。だけど、まあ、さっきのね抽出速度の話ちょっと遅いかなと思いました。もうちょっと早くてもよかったかなと正直思ったところはある。で、もしこの1個上のサイズ、これスモールサイズなんだけど、ラージサイズを買うとして、まあまあ分かんないけどね、もしかしたらちょっと焼きの粗さを変えて抽出速度の調整もしてるかもしれないけど、もし万が一これと同じ抽出速度になっていた、落ちる速さになっていたとしたら、4杯とかの量をこの抽出速度で入れると結構重たくなる気はする。今は大丈夫だったけど、大きいサイズだとちょっと厳しいかなとも思いますね。そこまた、あ、まあ、何か機会があったら、調べていきたいかなと思うんですけれども、で、あと今回、ね、初めて使ったんで、これに書いてあるもう一回焼くってやつは、できないけど、まあ、そのうちまたサブチャンネルかなんかで紹介したいかなと思います。しばらくちょっと使ってみようと思います。まあ何せ本当に美味しいコーヒーが入って、まあ、大満足でございました。いや正直ね、思った以上の味わいでした。うん、もうちょっと粗いかなとか思ったんだけど、あ、こいつはうまい、マジで。順序としてはどうかな、まあ、ちょっとしばらく使ってみないと何とも言えないけど、純粋に味の面で言ったら、ネルマックワとどっちかな。マックワのあのボディの強さもいいんだよな。ちょ、並ぶかな、ツートップぐらいですね。ツートップじゃねえ、あ、同率2くらい。やっぱでも一番はネルかなとは思う。けどそれに迫る勢い、こんなまろやかだとは思わなかった。で、まあ使い勝手の面でね、これは、要は水洗いとかお湯洗いってことだ。そこはそんなにマックマと変わらんのか。で、プラス焼かなきゃいけないっていう点ね。まあこういうのはやっぱりしばらく使ってみないと見えてこないところもあると思うんで、ちょっとね、長い目で見ていこうと思います。はい、というわけで今日のカズマックスの、コーヒーワールドでございました。このロカのリンクは下に貼っておきます。もし興味がある方はチェックしてみてください。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。よし、はい、ごめん、一つ言い忘れてました。大事なこと、微粉の件です。マクマとか、あと均等のやつとか、他にもね、金属フィルター系って下に微粉が残るんですよ、コーヒー入れた後ね。まあ、あの細かいにしろ粗いにしろ。で、これに関してはどうなのかなと思ったんですけど、全然、今飲み切ったんですけど、ほら若干見えるっちゃ見えるんだけど、見えるだけで、あの、わからん。飲んでてもほぼ感じないとかじゃなくて、わからん。のきっちり飲み切ってこんだけしか見えないから、もうね、ほぼほぼないと考えていいでしょう。まあこんだけ細かいからこそ、まあ、要は詰まるんだろうね。これをちゃんと止めてくれてるから、手入れは大事ってことですね。はい、まあそんだけなんですけれども、はい、しっかりクリアで美味しいコーヒーが飲めます。危ねえ、大事なことね、忘れるところでした。